こんにちは、白石和夫です。今回は初めての部分入れ歯の方でなかなか慣れなくて困っている方のために話をしてみたいと思います。当たり前のことですが、入れ歯は歯を失ってしまった方のために作るものです。他の動物のために考えるというか作ることはありません。それを言ったら眼鏡、補聴器も同じかもしれませんね。歯を失ってしまった方の噛み合わせを補う道具ですね。ですから最初からね、自分の歯のようにピタッといくのは難しいと思います。初めて装着した時には違和感というか異物感はやむを得ない、仕方がないことかもしれません。それを前提として話を聞いてください。失ってしまった歯の本数によって入れ歯の形というか大きさ、これはそれぞれに違いますので、今回は模型を使わせてもらいますけど、例えばですね、この奥歯がこう抜けちゃった、いろいろあって抜けちゃったと、右上の奥歯が3本抜けちゃったと、ちょっとお見苦しいですけど、で左側はですね、一番奥はまだ大丈夫なんだけど、この奥から2番目の歯が抜歯になっちゃったと、上がこんだけなくなっちゃったと、こういう状態ですね。こういう状態で入れ歯をまあ作る、設計するわけですけど、ついでに下もちょっと、右の奥がなくなっちゃった、そしてここなくなっちゃった、あるいはここから2番目がなくなっちゃってこれと、という具合にですね、下はですね奥2本、左下2本、上は奥3本、こっちも中間欠損って言いますけど3本、こんな風にですね、歯を失ってしまった場合、入れ歯の設計をして作っていくわけですけど、今回は自分の歯でこう噛める、要するに奥歯でなんとか噛める、それから右側もこの小臼歯でなんとか噛めると、さらにこの擦り合わせもですね、この犬歯を使って十分にこう擦れるというか、ですから自分の歯でしっかり噛める歯が残っていると、そういう場合に限定して話を進めていきたいと思います。今もちょっと話しましたけど、確認してもらいたいこととして2つ、入れ歯は作ってもらった、その入れ歯になかなか慣れないと、まあ、そういう方のための話ですから、その時にですね、まずこのご自分の歯、残っている歯でなんとかこう噛めていると、このぐーっと噛んだ時にですね、残っている歯の噛み合わせでどこか痛いとこはないですか、あるいはこの擦り合わせをした時にうまく擦れない、スムーズに擦れないというようなことはないですか。もう例えばですね、奥歯がちょっとこう歯周病で歯がこう揺れていると、そうするとグワッと噛んだらですね、それだけでもちょっとこう痛いというか強く噛めない、まあ、そういう場合にはですね、噛み合わせの調整をそれぞれしてもらうということも必要です。あるいは先ほど言ったその擦り合わせにおいてもそうですね、なんかこうスムーズに擦れないのであれば、入れ歯を入れたら余計擦りにくくなるって言いますか、やっぱり自分の感覚っていうのは一番重要ですから、その辺はまあ入れ歯を外して確認してもらうことです。それから自分のこの舌、このベロの先で一通り口の中を確認してもらう、もちろん入れ歯を入れる前の状態ね。ですからこうやってまあ歯がないところもある、自分の歯が残っているね、まあ、下もそうですけど、その場合にまずベロの先で一通りこの自分の歯をこう舐めてみる。そうすると歯がこうツルツルしてるなとか、なんかギザギザしてるなとか、そういうところがないかなと、あるいはこうデコボコしてるとかね、そういうところのいわゆる舌感、これをですねしっかりと覚えておいてもらいたい。それと歯を失ったところですね、もちろん入れ歯が入るわけですけど、そのこのへこみ具合って言いますかね、意外とうちの患者さんでもそうなんですけど、もう歯がないところは直接、まあ、ブラッシングもするわけじゃないんでね、指で触ることもなくて、なんかこうこんなにこうへこんでるのに、そんなにへこんでいたのなんて、なんか初めて気がつくような人もいるくらいですから、やっぱりベロでこの歯を失っているところのこの陥没具合って言いますか、盛り上がり具合っていうか、あるいは骨がちょっと鋭利に残っているとか、一番いいのは指で触ることの方がさらにいいんですけども、とにかくまずは舌感、これを入れ歯を入れる装着する前にですね確認しておいてもらいたいということなんです。その後でね、実際に入れ歯を装着した段階で自分の噛み合わせと、それからもちろん先ほど言った舌感、これを比べてもらうということになりますね。ではここに模型があるんですけども、こうやって実際にこう入れ歯がですね、この
部分ですね、失ったところに入ったとしてですね、で先ほど自分で入れ歯を入れる前になんとなくこう自分の歯の噛み合わせ、擦り合わせの具合、あるいは舌感、そういったところをですね確認してありますから、入れ歯を入れた時に先ほど確認した自分の歯の噛み合わせにですね、まあ、マッチしてると言いますか、まるでこう自分の歯で噛んでるようにっていうのが目指したいところなんですけど、まずは自分の残ってる歯の噛み合わせを邪魔するような入れ歯の噛み合わせになっていた場合は、これはなかなか慣れないと思います。それともちろんグッと噛んだ時にですね、この入れ歯のですね、例えば内側がこう歯肉に食い込んじゃって痛いという場合も慣れませんよね。残ってる自分の歯の力が十分に発揮できない、そういう場合には入れ歯の方の噛み合わせを調整してもらってください。それから噛み合わせの後は舌感ですよね。こう入れ歯が入ることによってこう厚みがあるって言いますか、要するにこのピンクの床、義歯床って言いますけど、これがどうもこう分厚くてですね、ベロで触るとこう段差がある、あるいは隙間がある、まあ、そういう場合にですね、我慢しないでその状態を、まあ、作ってくれた先生に、あるいはお世話になっている先生にですね、改善してもらうということを積極的に、まあ、望んでください。それと、まあ、これは我々こう入れ歯はね、必ずこうツルツルに研磨して舌触りが悪くないようにしているんですが、それでもですね、なんかこうザラザラしてるって言いますか、ベロってすごく敏感ですから、ちょっとしたですね傷でもわかるんですよね。ですからでもザラザラしたところがあったら、要するに研磨してもらった方がいいということになります。あと、まあ、たまに見かけるんですけども、このバネがですねこう出っ張ってて舌触りが悪いとか、あるいはなんかバネ同士が噛んじゃって自分の噛み合わせになってないっていうかね、そういう場合にはバネの方も調整してもらう必要があります。ただ私の患者さんでね、とっても敏感と言いますかね、噛み合わせもしっかりしているし違和感がないと、そして表面、入れ歯の義歯床の表面、入れ歯の人工歯もなんかこうツルツルして全然問題ないと、だけどあの義歯床をもう少し薄くしてください、もう少し、もっともっと、来院されるたびにですね、そんな希望をおっしゃるんですけど、もうとうとう1ミリを切るか切らないかぐらいまでの薄さになっちゃったらですね、今度は割れやすくなっちゃうんで、噛み合わせがしっくりしていれば必ず慣れますからね、初めてなので、まあなんとかそれこそ我慢してと言いますか、慣れを待ちましょうというふうに私から頼んでいるという方も本当にごく稀ですけどいます。それくらいにですね、個人差と言いますか、舌というのは敏感なんですね。それから初めての入れ歯に慣れるまでの期間と言いますか、これの目安をね話しておきたいと思います。白石歯科医の場合で言うと1ヶ月以内ではだいたい慣れているというのが通常です。早い人だともう3日もしないうちにですね、なんか自分の歯みたいというふうにですね、すっかり慣れてしまったという方もいます。逆に言うと1ヶ月経っても2ヶ月経ってもなんか全然慣れなくて困ってるという場合には、先に話したようにですね、入れ歯を入れることによって本来の自分の噛み合わせが、まあ、邪魔されてるって言いますか、なんかしっくり自分の歯で噛んでいるみたいな、そんな感覚じゃないと、あるいは義歯床がですね分厚い、段差がある、ザラザラしている、そういうところでですね気になっちゃってついつい外したくなっちゃうと、そのお困りの状態を詳しく根気よくと言いますか、かかりつけの歯医者さんにですね話をしてしっかり調整してもらうということになります。どうでしょうか、ご自分に当てはまりますか。今回もご視聴ありがとうございました。はい、オッケーです。じゃあさ、はい、なんかちょっと元気なくないですけど、まあ、実はね、昨日3回目打ってきたんですよ。まあ、それ言ったら全体的にこう倦怠感があるんで、まあ、努めて元気な声出してるんですけど、まあ、でも熱はありませんし、この時期だからね、医療関係者としても、まあ、早めにということで3回目やってきました。もう1本ぐらい取りたいんでお願いします。はい、はい。